Voilà. ポッ、ありました。さて、あ、ちょっとこう反り込み入れたんじゃないよ。ここの辺も、そっ、反り込みだけ反っちゃった。あ、ちょっとここ、ここだけちょっと毛沢東か習近平みたいなところがこっちを修正するけどね。ね。やばいね、毛沢東か習近平。あ、もっとちゃんとやるんだけど。まあ、直感でその辺の小ギャルというか、そう、それだけというか、不良少女っぽいよね。最近のね。いろいろしんどいね。不良であることじゃないよ。全然しんどいけどね、不良であること。不良になった原因というのがやっぱりしんどい原因やからね。それは最初みんなもそうでしょ。ところで、その創価学会やってね、あの佐藤優っていう人、やったっけ。外交官の元。なんか稚拙やな、あの人みたいなね。ちゃか、なんか宗教関係者が政治語ると、どうもなんか幼稚やね。外交の人はね。で、いや、そんなことない、戦争反対ですか、平和とかって。いや、すぐそこでしょって。もっといろいろあんねんけどね、政治ってね。外交なんか、まあ、政治やってへんからな、はっきり言って。使いっぱしりやん、外交官って言ってたね。いや、それは戦前から、そうよ。外交官で使いっぱしりよ。松岡洋介っていう人のやたら、ね、評判で、世界大戦の引き金引いた国際連盟だったよ。松岡洋介っていう外交官のせいって言ってる。あの人使いっぱしりよ。外交官って使いっぱしりやねんから。知らんのかな？よく外交官のせいにするな、今の。ただ使いっぱしりやねん。行った先でなんか勝手なことしていいの？そんな諸葛孔明ぐらいでそんなしていいの？はぁ？知らんのかな。明日はその議会もあり、今やったらもう完全な民主国家だよね。あ、なんかおった。宗教ある世界って完全な民主国家じゃないよ。本当に完全な民主国家、やっぱり宗教いらん。それ共産主義と関係ない。共産主義って宗教やもんだって。それバレへんように、共産党は宗教はあかんって言ってるだけ。まあ、独特の宗教、独特のダブルスタンダード、ダブルスタンダード。だいたい宗教かってね。平和になったら、ねえって、私たちが平和にしたの。で、戦争になったら、お前たちは呪われてる。あ、ちゃ、どういうのやろ。神を恐れぬからとか、なんかできる。あるいは、キリストの教なんか、神の軍隊とかいう。一神教だったらな。で、戦争賛美なんですよ。正義の戦争はしろっていう教義なんか。それは創価学会おばちゃん多いから戦争嫌いけど、それは創価学会がおばちゃん多いから戦争嫌いになっただけやで。もともと日蓮宗というか、まあ、法華宗めっちゃ好戦的やん。有名になったら、もう、加藤清正、福島正尚の法華宗。な有名どころだ。ちゅうか、その、織田軍団、ほとんど法華宗。今かって、名古屋って法華都市やで。まあ、法華的に守ってるという言い方もできるけどな。だから、高須クリニックとか川村隆が頑張っても、それは法華ブロックがかかるわけで。なそれぐらい、その、法華宗っていうのは、士気高いし、もともと、創価学会なんかできる前から、もともと日蓮宗法華宗って士気高いし、な、好戦的やん、めっちゃ。じゃあ、比叡山焼き討ち、本願寺、攻略戦。あれ、法華宗による宗教戦争。それやったら、あれは高山右近は、キリシタン大名やけど、上宮天満宮高槻。あれ、宗教戦争。あれはちゃうん、ね、あれは、天満宮の、大麻利権を、信長が欲しがって、で、キリシタン大名が関わってるやん。怪しいやん。列強、うん、南蛮って言われた、欧米列強諸国。そして大麻。日本の固有の薬草大麻。それは、まあ、天満宮が一点引き受けていた。なんでかっていうと、のみの宿命、菅原家の先生、まあ、総学家ですね。で、結局、そのヒントがあって、で、アヘン戦争ってんちゃう？な？アヘン戦争の原因ってか、どういう原因ってか、織田信長が引き起こしてるの。まあ、神社が管理しとって一番厳しい学問の神様の人があるで、まあ、な？まあ、当時一番厳しかったでしょうよ。そこを管理しとったら大変だね。それ欲しがったのは、法華宗やね。な？だん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 、ことの真相は分かってきたかな、みんな。な？で、ただな、うちその、河南町の法華寺の
毎日練習の時かな、の、先生には、名字はね、忘れちゃった。まあ、見たら思いますけど、庄内先生じゃなくて、庄内先生じゃなくて、まあまあ、庄学先生で、まあ、スピリチュアル関係者です。ね。まあ、予言なさった、おじいさんがいらって、その人が、まあ、お寺、次あったかな。で、まあ、河内のね、南河内にある河南町の、まあ、名刹ですよ。室町時代創建の西園寺が大きい。お次、付き合わさせていただいてまして、で、結局、レンコンのこと、門間レンコンのこと知ってる申しました。で、もうそろそろもレンコンを卒業なさって、レンコン教になさって、で、女神しっかりお祭りなさって、で、もう提案をね、うちから差し上げたんです。で、それからまあ、面接の記事は非常に女神、まあ特に、日蓮宗教してたら、カーリーね、うちはプレイヤーです。関係者はね、プレイヤースカッフが、まあうちはプレイヤーそうなんだけどね、うちっていうプレイヤーですや、その関係者、プレイヤー、そしてプレイヤース関係者ですね、しばらく関係者は、カーリーを呼んでるけどね、カーリー。その元締めはなんたらって呼んでるのか言わへんからね。言わへんけどね。で、そんなこんなで、女神宗教復活に、で、運びになさったらと。で、結局それはね、その男文脈のだ、嘘つき、男こそ嘘つきだし、で女に嘘をつかせてきたものは男だし、男文脈だ。と同時にうちは男たちに目覚めなさいっていうふうに自我にいい加減にしろと。女を守ってこその男でしょ。冒険に連れ出すな。起業家って冒険の舞台なんですよ、女にとっては。女の健康を害して、で女に対してしつけかまして。なほんで、そのしつけかました内容を女に、誰かに、女を使って誰かを教育させて。もうひどいことする喧嘩を弱い男です。宗教男子もその雰囲気やね、言っとき。な。でしょ？企業男子も宗教男子もね、雰囲気やね、ダブしたいし。儲けたり、儲かったり、信者増えたり。じゃあ、でも、企業もそれでやりなったり。で、宗教どうですかって。収入なくなったら、要するに平坦潰されたもん。その教育頑張れます、かんと。もう宗教の正義叫んでるやつが、ピューと消えたりするのに。そんなみんな見てきたんじゃん。お三人って皆さんの遺伝子の中の。ああ、あれあれ、あれかいね。そのためにやな、やっぱりな。で、まあそんなんもあって、そういう洗脳が解けるまでは、うちがとプレイヤーで女神連合の宗教法人とか、宗教団体にするつもりない。洗脳解除が大事じゃん。男子に侵され続けた女性のを復活させんと。それと LGBT は病気がないとね。うちが女子に戻ったら、LGBT もパッと悪いに変えるからね。自己洗脳とか、まあ、いろんな洗脳。増やしたらあかん。あんな業界や。な、作ったあんねんから。LGBT 業界であんねんから。な。でも、増えろじゃないなって。減らなあかん、ね。LGBT を。差別したらあかんだって。な。で、宗教もそうですよ。宗教減らなあかんね。宗教に頼らなあかん人減らさなあかんから。宗教信者減らさなあかんねん。医者もそう。病気にかかる人を。なお、まあ、病気を治さなあかんから。病気に、そして病気にかかる累計を減らしていかなあかん。なんか患者減らなあかんね、医療も。な。わかった